はい、今回は、もう会社からね、車で20分ぐらいの、大阪を流れる、まあ、淀川ですよね。淀川の、まあ、ワンド群に来ています。で今回今来てるのは八雲ワンドっていうワンドになります。で八雲ワンドっていうのは、まあ、あのワンドになってるんでちょっと水温が高いんでよりバスの方が、まあ、あのスポーニングに入ってくる前の魚とかも入ってくるんで、まあ、そこら辺を狙って、まあ、岸から大きいのが上がってるんで、まあ、それを今日はちょっと狙ってみたいと思います。はい、なんかおったな。なんや。コイかバスかあれ。なんや。なんかおったな。シュー逃げていった。はい、淀川の白北ワンドにやってきました。こういうワンドがねいっぱい14個あるんですけれども、まあ、上流側から1個、1番ワンド、2番ワンド、3番ワンド、4番ワンドっていうような形でですけども名前がついてます。で1、2、3、4番ワンド、5番ワンドが最近というか、まあ、僕下見何回か来てて、まあ、いろんな人の話を聞いてると4番ワンド、5番ワンドがいいのと、まあ、あと13番、14番は本流とつながってるんでバスがどんどん刺してくるっていうとこなんで、まあ、そこら辺を重点的に、はい、攻めたいと思います。ちょっと日もすごい日中なんでもうお昼なんで、まあ、ちょっとライトリグで、フォールシェイカー 5.5 のノーシンカーでいきます。基本ね、あの淀川の、バスっていうかこの白北のバスは何回かこう見に来て分かったことは意外と置いてる上向に食うみたいな、結構ね、ほったらかしにしてる人が釣ってったりするのを何回か目撃してるんで意外とほったらかしがいいみたいです。はい、よっしゃー、でかいでかい、よっしゃ、なんともなく、はい、よし来た。あ
バレた。バレましたね、まあ、こういうこともありますよ。よっしゃ来た、よしよしよし、でかでかでか、よっしゃよっしゃ、よっしゃ取った、でか、何これ、これ太い、よっしゃ強茶だ、イエイ、やりました、これ見て、がっちりフッキングですね。こんな感じで釣れちゃいます、淀川でも釣れちゃいます、イエーイ、ビチョビチョ、イエーイ、はい、で今京王チャターに、これがフラッシュ J の、シャットテールの5インチですね、フラッシュ J シャット5インチっていうやつやってるんですけども、これをするとね、テールがこれ結構でかい、まあ、なんですか、ワイドの、シャットテールついてるので、ちょっとチャターのこのバイブレーションっていうのはちょっと正直消えてしまうんですよね。で消えてしまうんですけども、まあ、この淀川っていうのは結構スコーン系ですよね、ラバージグのスイミングっていうのがまあ釣れるっていうことなんで、あえてこう今してます。で、シャットのテールの振りでフラッシングを起こして、スカートでもやっぱフラッシングを起こして、でたまに、このブレードがやっぱリフトアンドフォールした時にだけブルッとこう竿に感じるバイブレーション伝わるんで、まあ今日はリフトアンドフォールをメインにちょっとやってます。普通にこれも見えへんかな、見えます、こうヒュッと上げた時にだけロッドがこうブルブルブルっとこう上がるんで、ほんでフォール中にはテールがブルブルブルっと落ちていくような感じですよね。でまあ普通に引くとテールの方が、パワーがありすぎるので、正直チャッターベイトの意味っていうのはあんまりなしてませんけども、バイブレーション、そのリフト&フォールの時のリフトの時にやっぱり水切ってるんで、そのちょっと今までの皆さんがやってるスコーンとは違うっていうので、やっぱりバスの反応もいいっていうので、まあ、今回これ使ってるわけなんですけども、まあいい結果も出てると思うんで、まあこれまあシャトテールはもうどんな合わせてもらってもいいと思うし、まあ普通に言うとフラッシュ J の4インチ3インチ4インチがベストだと思いますので、まあ京王チャター使いこなしてみてください。よし、食った。よっしゃ。よっしゃ。もうでかい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 。よっしゃ。よし。よっしゃ。おお、丸飲み。よし。よっしゃ。おお。うん。はいはい。よし。よし、よし、オッケー。こんな感じで、はい、桟橋打ちで丸飲みです。イエイ。さあ。大阪からもうすぐの近くっていうか、まあ本当に近い、まあ車で 3,40 分で来れる、まあ、シトグラダムっていうところにやってきてます。結構おかっぱりなんかは多いんで、まあちょっと擦れてるかもわかんないんですけども、今日はボート出して一日頑張ってみたいと思います。はい、今日の、まあ、メインでちょっと釣りたいなっていうのはこの、スクリューフックにフラッシュ J シャットをつけた
ルアーですね。で前のペラがくるくる回ることによって、安定性があってテールで波動を起こす、まあ、あの前のペラでも波動を起こすっていうので、まあ、バスも今まで感じたことない波動っていうのが基本的には起きてるんで、まあ結構釣れるって思うので、まあ、これをメインに。で、まあ、リールが、フルーガーに、ZPI さんの、なんだ、ベイトフィネススプールを入れたやつですね。なんで、ノーシンカーでもこう、ピッチングとかでもこう、飛ぶ。スピニングとかと違って、まあ、飛ぶっていう、普通のベイトと違って飛ぶっていうのが、まあ、メインですね。で、なんで、まあ、ベイトフィネスがこれを使うかっていうと、どうしてもスピニングロッドで、まあ、スピニングやと、ラインがまあ4ポンドとか、まあ、5ポンドとかになって、ちょっと細くて、丸飲みした時に、フッキングした時ですね。丸飲みしてフッキングした時に結構切れやすいっていうのと、ロッドが結構やっぱ柔らかすぎるとあんまりフッキングが良くないんで、まあ、こういうベイトフィネスをちょっと、今日は使ってやってみたいと思います。水温とかどれぐらいの水温、ちょっと待ってくださいね。水温が 11.2 度ですね。ちょっとまあ10度はまあ、上がってるっていうか10度以上はあるんで、もう全然春っちゃ春なんですけども、ちょっとまだ低めですよね。あ、もうむっちゃでせえな、もうやばいな。あ、来た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 。あ、食った。うわ、今食った。はい、一応なんだ、スクリューフックにフラッシュでシャッとやってたんですけども、ちょっとまあ魚が浮いてくるまでもうちょっとまあ引いてってからかもわかんないんで、今これはウィールヘッド 0.9 グラムにフラッシュ J シャットテールですね。これでちょっと落としていきたいと思います。はい。ちょっとまだそこまで浮いてないという判断です。